祖関戦争。祖関戦争は中国で紀元前206年から紀元前202年にわたり、旗王朝滅亡後の政権をめぐり、清祖の覇王皇羽と漢王隆邦との間で繰り広げられた戦争。祖関宗派、皇羽と隆邦の戦いとも呼ばれる。旗滅亡後、皇羽は根拠地である北上、現在のチャン水省助州市に戻り、 自ら清祖の王を,を名乗った。圧倒的な軍事力を背景に、政治上の主導権を握った幸運は、紀元前、諸公を対象に大規模な奉献を行う。主なものは、以下の通りである。このように、幸運の奉献の基準となったものは、その時の功績ではなく、あくまでも幸運との関係が良好か否かであった。故に、その結果はかなり不公平なものとなり、諸行に、 大きな不満を抱かせるものとなった。さらに皇羽は、それまで報じていた、その海王に義定という称号を与えて、偏境の絵流した上で、旧皇王の英夫に命じて殺害させた。また、菅王政が両国である菅へ帰ることを許さず、その後半蔵に命じて殺害させた。このため、菅王政に仕えていた長領を劉邦の下へと、走らせることになった。 紀元前206年、まず伝栄は、他とを殺して自ら西王になった。そして、後に、劉邦について活躍した法越を将軍として、軍を派遣し、領、旧義の地を攻撃させた。かつて、蝶耳の同志であった、陳阿るは、旗によって蝶が攻められて、蝶耳が牢状した時に救援しなかったことで、仲違いしており、 皇羽から何も与えられなかったことを不満に思っていた。そこで、陳余るは、蝶耳を攻めて、蝶を占領し、元の蝶王である蝶結を迎えて、蝶王にした。この功績で、陳余るは蝶結より大王とされた。敗れた、蝶耳は、逃れて、劉邦の下へ走った。そして、紀元前205年、皇羽の最大の敵である劉邦が、冠中より出て、 漢中を落とし入れた。幸運は大いに怒ったものの、まずどれを撃つべきかを迷った。しかし劉邦から、幸運と敵対するつもりはないという手紙が来たので、まず、サインを撃つことに決めた。電気差しは抵抗したものの幸運に破れ、逃亡したところを農民によって殺された。しかし幸運はこれで満足せず、聖の城を次々と落とし、捕虜を穴埋めにし、各地を焼いて回った。 このため生の民衆は怒って、皇吾に反抗し、さらに天盈の弟の田横が、生の残兵を集めて抵抗したので、平定することができなかった。皇吾が、生で苦戦していることを見た劉邦は、諸侯との連合軍56万人を率いて、皇吾の本拠、北城を陥落させた。このことで劉邦と諸侯軍は、浮き足立って軍律が乱れ、連日場内で宴会を開き、 略奪を行い、女に乱暴する、という状態になった。このことを聞いた幸運は激怒し、自らが選んだ精兵三万のみを引き連れて、工場へと戻り、油断していた、劉邦たちを散々に打ち破った、工場の戦い。紀元前二百四年、劉邦は、なんとか逃げ出して、慶応、現在の河南省慶応市にて牢城し、幸運軍もこれを追撃して、慶応に至った。 慶応の戦い。その間に、聖では太陽子が、伝英の子である、伝広氏を立てて、聖王とし、聖一隊を制圧した。追い詰められた、劉邦であったが、陳平や騎士の策を用いて脱出し、冠中に戻ると、昇華の用意した兵士や武士で体制を立て直した。この時に、英夫を、自らの陣営に取り込むことにも成功している。同じ頃、 劉邦の将軍である関心は、劉邦から離反した正義を攻め、これを下して、王の義表を廃して、諸人とした。次に劉邦の命により代を下し、さらに朝へと攻め込んだ。この時の関心の兵力はわずか二万であったが、独創的な戦術、排水の陣で三十万と豪した朝軍を半日で、打ち破って、朝を占領、朝王と大王陳余りを処刑して、朝耳を朝王とした。 生経の戦い。その後、長の交渉である、李佐社の策を入れて、炎王、蔵太を降伏させることにも成功する。紀元前203年、劉邦は関心に対して、生を打つように命令した。ところがその後で、劉邦は、呪者、歴域を派遣して、生との和平交渉を行わせ、妻もこれに応じた。関心は、妻との国境付近まで来て、これを知ったが、 帽子の通りに、これでは、弁士の功績が、将軍の功績を上回ってしまうことになると、そそのかされて整え攻め込み、これを占領した。霊気息は起こった、聖王殿広氏と最小殿横により、釜茹でにされた。逃れた、殿広氏たちは諏訪に救援を求め、諏訪は、将軍流勝を派遣するが、関心はこれをも破った、水の戦い。 これらの功績により関心の名声は非常に高まり関心は劉法に自らを正王にするように要請してこれを認められた。ここに至り関心は劉法の将軍というよりも一つの独立勢力としての立場を築くことになった。項羽もこれを恐れるようになり竹渡るというものを派遣して関心を自分の方へと引き込もうとしたが関心はかつて 公務軍にいた時に礼遇されていたことを覚えて、いたのでこれを断る。道理は関心に対し、自立して天下を三分するべきだと説いたが、関心は悩んだ末に、劉頬への恩義を選び、道理は高難を恐れ、発狂したふりをして逃げ出した。関中から出撃した劉頬は、方越たちに命じて、公務の後方を格乱させ、これに乗った公務は、方越の方へと軍を向けた。 この暇に劉鳳は、旗の食料集積地であった高総の食料を手に入れ、京洋の北の高武山に陣した。宝越たちを追い散らした甲武は、戻ってきてその向かい側の山に退陣した。宝越たちは、甲武軍の後方拡乱を続けたので、甲武は、食料を不足に悩んだ。官軍では途中で、劉鳳が負傷したこともあって、両軍共に和睦を望むようになり、 劉邦軍の弁士、高校が使者となって和睦し、天下を二分することを取り決めて両軍が引き上げることになった。劉邦はそのまま引き上げる気でいたが、長領と陳平は、祖軍が本拠に帰って英気を養った後では、官軍は到底かなわなくなるだろうと考え、劉邦に祖軍の背後を襲うべきだと進言した。劉はこれに従って、軍を 後ろから襲ったが敗北した。これに先立って関心と法越に共同軍を出すように使者を送ったが二人は来なかった。劉法がこれに対する恩情を何も約束しなかったからである。長領にこれを指摘された劉法は関心を正王とし、法越を領とする約束をした。果たして二人は軍を率いて加勢し、 兵力で圧倒した官軍は祖軍を外貨へと追い詰める外貨の戦い。祖軍を包囲した官軍からワイの歌が聞こえ、四面楚か、祖軍のほとんどが降伏したと考えた皇羽は勝利を諦め、残った八百機を率いて脱出し、南化した。途中出帯に迷い込むなどした皇羽たちは数千機の官軍に追いつかれ、ついに意を決して戦いを挑んだ。 二十八に減った騎兵を四体に分けた幸運は官軍に、切り込み、大将一人を切り伏せると、山の東側に部下を集結させ、再び切り込んで百人もの兵を切った。この間、幸運が失ったのは二機のみであった。逃げた幸運は、右運、現在の安記商場安山市和県幸地にへ至った。川の渡し場では、右運の店長が船を準備しており、幸運に、 高等へ逃げるよう権限した。しかし、皇羽はそれを断って、愛場を、慎重に与え、生き残った二十六の不評を率いて、官軍を迎え撃った。皇羽は、満身創痍となりながらも一人で、数百の官兵を斬った。皇羽は、窮地の旅馬堂を、敵軍の中に見つけ、官王は私に莫大な賞金をかけ、万国を、約束しているというではないか。お前は、 窮地の中だ。一つ、手柄をやろうと言い、自らの首を切った。王栄が駆け寄って首を拾ったが、周囲の官兵たちも群がり、互いに切り合って、皇吾の死体を奪い合った。数十人の死者を出した結果、両馬道、王栄、陽気、妖勝、陽武氏の五人が、皇吾の首と両、手足を分け合い、包丁を五分して受けた。 幸運の敗北が決定的となっても、炉のみは振らずにいたが、幸運の首を見ると振った。劉邦は幸運を、露光として葬り、猛に服し、母前に涙を注いだ。また、紅白ら残った幸運一族を中殺することはせず、劉の生を与えて、家を存続させた。さらに、幸運の右腕として、劉邦を苦しめた、寄付や陳栄も、いさめられて、これを投用した。 しかし同じく、幸運の右腕として、劉方を苦しめた勝利は関心がかくまっていたが、関心に、無本の疑いがかけられた時に自決させられた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。